じゃあいつものように行ってみましょう。こちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想のコーナー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、先週ねうちの川島出ましたね。ありがとうございました、はい、ジュニアさんにご登場いただきまして、まあ、ちょいちょいねあのチームのねあの当たり屋出席させようと思ってますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか腕を上げてる感がございますけど。あ、そうですか。まだまだねあの弟子なんでねジュニアなんでね、うん、あの本戦超えられないと思いますけどね。大事な日は私来ますからね。あ、お願いします、ね。でもなんかね一言一言に切れ味出てきましたよね、うん、ジュニアさんもね、うん、多分真似してんじゃないですか。真似してますか。中山とかの中山はね、あ、うん、まあ、そういうふうに思います。あ、前回川島さん、そうですね、はい、うん、今度は中山はね次中山さん、中山さん、はい、と思ってますので、はい、楽しみにしてます。まあ、今日はあの大事な日なんでね来ました、はい、あの石田さんあのギリシャがね今日どうなるかね、うん、11時からなんですよ。夜11時からもう、うん、明け方までかかると思いますけどね、うん、最悪デフォルトとか、うん、あとグレグジットつってね、はい、要はもうユーロ離脱するんじゃないかみたいな結論が出るかもしれないので、それ相当大きく、特にだからちょっとユーロ系動くんですよね。でアメリカが今日休みなんですよね。だからもうユーロ一本的絞ってねやるか、もしくは明日その後の経過を見てやるかね、ちょっと大事な重要な日になるんでね、ちょっと私当番させてもらいました。いや本当に重要ですからね、はい、これちょいワル先生に出てきていただかないとですね、うん、でちょっと先週のねあの流れをねもう全然これ話違うっていうかね、はい、見たら笑っちゃうんですよ、うん、あの10日に G20 開幕してね、うん、まあ、一応金融緩和策に指示を出すとか、うん、で11日に財務省会合ね、うん、ギリシャは合意に達せずと、うん、で16日協議する、で12日も首脳会合をやったんですけど、うん、結論ですというね、うん、で今晩は16日なんですよ、うん、ね、でギリシャ今どうかって言ったら、うん、もう要は俗に言うあの失業者が100人のうち25人ですよね。 25% そうで、うん、もう借金がもうこんなに膨らんじゃってね、うん、で結局首相が変わりましたよね、要はね、はい、ね、トップが変わって、うん、で要は緊縮案ね、うん、を最初はあの、国民に対してやらない、国会議員とか首切ったやつを元戻すとか言って、うん、いざなったら今度何とかしますって言ったら今度叩かれて、うん、でやっぱり緊縮 財政をやらないと、うん、要は28日までの支援なんです今、うん、今回、うん、だからこれがなくなるともう3月から一銭もないんですよ、うん、どうもなんないんですよ、うん、だそれを今日支援するか新たな策出すかっていうね。これ支援できないとしたら どういう選択肢が残されてるんですか。選択肢っていうかもう要はまあ、我々で言ったら我々で言ったら、うん、変ですけど債務整理みたいなもんで、うん、弁護士頼んで何とかするとかね、うん、借金チャランするとかねいうレベルなんで、うん、ただ前お話ししましたけどドイツとか、うん、フランスとかね、まあ、ECB とかもそう EU もそうですけど、うん、お金いっぱい貸して国債買ってやって、うん、それで抜けちゃうよ知らんよっていうわけいかないんで、うん、ある程度の救済措置の可能性はあるんですよね、うん、ただギリシャ次第なんですよ。昔なんかギリシャ その世界遺産とか島をなんか中国がなんか買収するみたいなね、でそれでなんか、うん、ね、もう要は切り売りして、うん、国のいろんなっていうかもう売っちゃえばいいんですよね、うん、売っちゃえばいいんですよね、うん、と思いますよね。観光資源いっぱいありますからね。だからここまでね膨らんでくると、うん、もうギリシャショックとかいうレベルじゃないんだよね、うん、だから、まあ、多分こう私今日ユーロじゃないんですけどね、うん、予想はね、うん、ただ普通に考えればもうその2ヶ月伸びる3ヶ月伸びるとかいう状態なんで、うん、だからギリシャが今日本当みんなの前で土下座して、うんうん、しっかりやりますから、うんね、例えば私石田さんからお金借りてて、うん、開きなるわけいかないんで、うん、本当にお願いしますって、うんね、いうふうなあれをやるかどうかですよね。で今日ドラギさんも参加するんで急遽ね、普通ドラギさんなんか財政会合なんか出ませんよ。ある程度決着つけると思うんでね。そうですね、うん、相当重要な会議ですね。ですよね。だから当然それ、まあ、ドルもそうなんですけどドル円もね、先週その日銀のバズーカ批判もあってね、ちょっとチャート見たらすぐ一発で分かりますけどね、何が何だか分かんなくなってるようなね、うん、状況になってます今。今夜11時ですね。11時です、これちょっとかなり注目ですね、うん、ちょっとね、我々も起きてる間起きてますけどね、はい、ちょっと対応できるかどうかね。ちょいワル先生寝れませんね今日。寝れない、まあ、寝れないですよね、うん、今からだったらねもう寝てもダメですもんね、うん、なんとか対話したいと思いますよね、うん。チャートの方はいちょっとねドル円の方ね、ちょっとユーロから全然飛んじゃいましたけどね、これドル円もそうなんですよ、うん、この10、11日の時に
要はある程度支援するとか、うん、云々でドーンと上がってるでしょ、60%でしょ、うん、そうですね。でその後に、見てください、あの12日の夕方、うん、追加緩和逆効果だったと日銀関係者が言ったとか言ってね、うん、大暴落したんですよね、ひげ、うん、見てください、石田さん急落もいいとこでしょ、ねえ、まっすぐにズドーンと、ね、で1回戻って小売上げ、あのアメリカの小売売上げ高が悪化したということで、うん、もう元戻っちゃったという、ね、こういう状況なんですよ、うんうんうん、で次がね分かりやすいですよ、次の日足なんですよ、うん、これ三角持ち合いって線引いてますよね、上と下ね、うん、大体抜けた方に行くんですよ、うん、で一回ドーンと抜けてますよね、はい、抜けたんですけどまた翌日その例の今お見せした時間足の急落によって行ってこいになって、うん、で一目均衡表で雲の中でもがいてるというね、うん、状況なんで、うん、だからいくらその要はユーロが悪いから、うん、ドルが強いとかいうレベルじゃなくて、うん、まあ、今晩あたり全面安のね、うん、警戒もしなくちゃいけないかなと。ただまあアメリカが今日やってないからね、うん、ある程度柔らかい動きかもしれませんけどね、うんうん、だドルにもちょっと影響はあるんじゃないかなと、うん、と思いますよね、うん、ただまあ普通に考えれば利上げはね、うん、6月か7月と思ったんですけど、うん、ちょっとそれが、今度伸びる可能性もね少し出てくるかな、うん、今晩の結果によってはね、うん、だから本当のギリシャの人には申し訳ないですけど、はい、ね、為替相場も引っ掛けますような ね、うん、ね、支援大丈夫だ、って言ったらドーンと上がって、うん、やっぱりダメだとか口答えしたからどんどん下がったとかね、うん、こんな動きになってますからね、うん、ある程度決着は今日つくと思いますよね。これちょいから先生の読みとしては、うん、ギリシャはどういうような態度を取ると思いますかね、今夜11時は。いや簡単に言うとドラギさんがいやいや分かると、うん、みんな分かるけど、ね、ギリシャもこれなもう大変なんだから、うん、ね、もう一回話し合おうよとか、うん、もう少し支援を検討しようよみたいな形で終わるんじゃないかなと思いますよね、うん、なるほどね、うん、じゃあ引き続きユーロはギリシャを支援するんじゃないかなと。でだってドイツのね、財務省なんかは、うん、の人なんかは今までねとぼけて身分不相応な生活をしてたんだから、うん、ね、頭下げなさいって、うん、それが条件だって言ってるんでね、うん、やっぱりユーロの中ではドイツが一番ねお金持ってるんで、うん、ここをどういうふうにね、うん、ドラギさんと話し合いしてね、うん、ドイツがどういうふうな対応を取るかというね、うん、感じでしょうね。ドラギさんは割とやっぱ板挟み的な存在ですよ ね、 いでしょうね。ドイツに言われ、うん、ギリシャにも言われ そうですよ、うん、そんなこと言ったらもう抜けるよって言うじゃないですか、うん、ギリシャがいいよって、うん、ドイツも冗談じゃない、ドラギさんもっと言えよ、いやちょっとまたみたいな、ちょっとみんな仲良くしようよみたいな感じでね、ちょっと待ってちょっと待ってってあるじゃないですか。あんな感じになると思いますね。だからもう延々と朝方まで続くんじゃないですかね。あ、だからもう本戦自体はもうユーロでね絞ってと思ったんですけど、ちょっとね、一回上に、支援の状態で飛ぶ可能性もあるし、うん、もしデフォルトとかさっきお話ししましたユーロ離脱とかね、うん、いう鮮明に出てきたら一気に急落暴落もあるんでね、うん、まあ、一応その辺はね、うん、ユーロ関係お持ちの方はね、うん、ぜひお楽しみっていうかね、要注意してもらいたいと思います、ね、そうですね、ニュース注目ですね、はい、11時以降の、うん、ちょっと今週の注目指標の方をちょっとそうです、ね、ご覧いただきましょうか。まあ、FOMC の議事録ね、この間の雇用統計の時は強い内容だったんで、うん、まあ、この議事録でも繰り返し話はしてくると思うんですよね、はい、まあ、18日って言っても19日の朝4時ですからね、はい、まあ、イエレンさん喋るわけじゃなくて、うん、議事録なんで、うん、まあ、この辺はある程度強い内容を継続すると思うんでね、うん、この日の朝はまあドル円は強いと思うんですよ、うんうんうん、で中国はね、春節でね、うん、今休みで、うん、今日も六本木着いたらね中国の方いっぱい結構いらっしゃいましたよね。いましたね。いましたよね。僕今日余談ですけど羽田から帰ってきたんですよ、うん、岡山から帰ってきて、でリムジンバス乗って新宿まで行ったんですけど、はい、もうほとんど中国人でしたよ、リムジンバスのお客さん、うん、この時期はね結構やっぱ多いですよね、うんうん、中国語とすごい飛び交ってましたね、うん、ですか、うん、だから一説にはねこの時期に、いろいろ物買うし、うん、ま、通年ですけど例年ですけどね、うん、金も買うから金が上がるとかね、うん、よく言われてるんですけどね、まあそれにちょっと為替とか株のね兼ね合い、株なんかも今日ね、2007年以来更新しましたからね、うん、だからそのお金がどう動くかでしょうね、うん、だからまあ結論自体はね、うん、ユーロ行きたいんですけど今日はぐっとこらえました、うん、来週以降のね、はい、楽しみでね、うん、変化球で変化球でしょうかね、今日はまた今日その辺も含めてね、はい、話したいと思いますので、うん、
じゃあちょっといつもより言っていただきましょうか。はい、はい、人気者ちょいわる先生の今週の一発予想はこちらです。お、5ドル、5ドル、オージーですね。オージー円もオージードルもこれも戻り売りでね、言ってもらいたい。今お話しましたように、春節の関係でね、要は、チャイナマネーが入ってこない、で要はいろんな不安要素がまだ巻き起こってるんでね、だからちょっとちょっと高すぎじゃないかなと思ってね、考えてますので、今週あたりは、一応5ドルの戻り売りをね、中心にちょっと考えてもらいたい。これ面白いな。ここまでユーロの話、ギリシャの話でこんだけ盛り上がっておいて、実は今週の一発予想は戦略は5ドル、5ドル、うん、というかテクニカルもですね、ユーロドルが10日と21日線でクロスしてるんで、もし今日陽線引きした場合はゴールデンクロスになっちゃうんで、ちょっと下手すると1回持っていかれる可能性あるかな、今日の発表次第ではね。そこまでちょっとちょい悪はリスクを負いたくないと、硬い方をちょっと持ってきたという、なんかの何週間か前のな、はい、ナーガランドのね、あの切れ味感がありますね、はい、今日もね。そうですね、自信が出ると来ませんから、外れまくったら、はい、ピンチヒッターばっかりになると思いますけど、ね、今日も自信ありますからね。皆さんちょい悪先生のピンチヒッターかなりイケてるんですよね。面白いところついてきて、で結構当たりますし、今度ね違うの持っていきたいと思いますよね。視聴者の数が減ったり視聴率が減るとまずいんでね、ちょっとあいつとあいつはダメかなと思いますけど、ね、はい、あれ5月からクリック365で始まるのがトルコリラでしたっけ。そうですね、ですよね、トルコリラもなんかどっかでこの変化球的にね、そうですね、入れていただけると、それはね、私しかいないでしょ、それはちゃんと分析して持ってきますよ。そうですね、いやもう楽しみですね、はい、クリック365もね、5月から新しい通貨登場ということ で、はい、そうですね、仲間入りするんで、ぜひよろしくお願いします。頑張ります。はい、で、今週のご案内こちらです。為替ライフのセミナーラインナップです。はい、まだまだね、岡山空いてますので、石田さんもちょっとお知り合いいらっしゃったら、昨日宣伝してくれなかったな、ぜひね、あと札幌と、沖縄と続いてますのでね、全国でやってますので、ぜひこの毒舌をね、聞きに来てもらえればと思いますので、これね、はい、やっぱりちょいわる先生のねセミナーはやっぱりライブに限りますから、生に限りますから。そうですね、今これね、相当緊張してますからね、セミナーの時緊張しないんでね、やっぱりインターネット生放送よりも、はい、やっぱりセミナーの方がね、はい、いろんなことを言えては言っちゃいけないようなことも実は出てくるかもしれないし、ある程度ねやっぱり好き放題言ってますしね、ここだけの話もお話できますからね、ですよね、極秘情報も伝えるんでね、いいですね、セミナーに来ていただいて、なんか放送禁止用語なんかも連発できますしね、それはちょっとまずいと思うんですけど会社の中ではちょろっと言ってますけどね、まあ、とにかく、しょいわる先生のお話、もうライブに限りますんで、はい、ぜひ、岡山、札幌、沖縄の方に皆さんご参加いただければと思います。お待ちしてます。はい、こちらです。フリーダイヤルです。はい、2月、3月、4月です。はい、ぜひ、お越しください。というわけで、しょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。しょいわる先生、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。